皆様、オカルトラジオへようこそ。今日はどんな恐怖が聞けるのかしら。リュウシオカルトラジオのケイスケです。よろしくお願いします。そして今日も見ていただいている方、すいません、もう一回いきます。ダメです。そうですよね。はい。見ていただいてる方はわかると思うんですけども、怪談師が封印した聞くと触りがあるやばい話という企画を今日もやっていくんですけども、本日のゲストは、国沢一生さんです。お願いします。お邪魔します。再び、ね、お邪魔します。いや、よろしくお願いします。もう、やっと会えましたよ。いや、本当に。ツイッターとかでよくね、そうなんですよね、見させていただいてたりとかするんですけれども。僕もです。本当に、いや、いついつっていう声はね、はい、出たか、で、なんていうの、出たり出なかったり。うんうん、出ない時もあるんだ。あるんですけど、よく、ケイスケさん、いつ出るんですかみたいなとかもあったりしますよ、本当に。そうなんですか。はい。もう僕、一生さんのチャンネル出たいですよ。いや、マジ出てほしいですよ。いつでも呼んでください。いやいや、もう毎日。階段もないんで、毎日。住みます。大丈夫かな、親父の部屋ともう一つ隣空いてるんで、じゃあそっちで。そっちで。はい。いや、もう本当に僕はね、もう本当に感激なんですよ。嬉しい。っていうのも、オカルトラジオの中でも、うん、ゾッとする話をする企画、はい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 、国沢さんにも出ていただいた。はい、をやってて、はい、僕もゾッとする大好きで。あ、嬉しいな。当時、国沢さんの階段丸パクリして、うん、友達にめっちゃ喋ってました。いや、いいんすよ。僕、それやってほしいんです。どっちかっていうと。もう本当に、もうみんなに、だから今度ちょっと僕、別でノートとかね、そういうのあるじゃないですか。うんうん、もう喋ってもらえるように文章に残そうと思ってて。そうなんですね。はい。めっちゃ聞きたいです、それ。ぐらい。国沢さんバージョンで、聞いた上で、うん、みんなからも聞きたい。あ、そうそうそう、そういうのをしたい。うん、本当に。めっちゃ嬉しい、それ。やりたいですね。ちょこちょこね、僕の話がこうね、まあ、伝わっていって、はい、戻ってくる時があるんですよ。おうおう、というと。怪談ファンが、はい、もう僕の話って分からなくて、うん、これ聞いたんだけどって僕の話をする時があるんですけど、それがバージョンアップして帰ってくるんですよ。そうなんですね。盛り付けられて。盛りがもうつけられていってて、もう。はい。すごいですね。すごい。僕もどうぞ、どうぞっていう感じで、もう、タイの刺身みたいなのボンって出したつもりが、はい、もう、頭が3本ぐらい立ってて。盛り付けがすごくなって帰ってくるから。なんか、ことわざでありそうですね。うん、そういう、そういう様を。そういうみたいな。いや、だから逆にそれ聞くんが楽しかったりもするんで。いや、それこそ僕、ゾッとするの時に、うん、国沢さんが、もう初めてだと思うんですよね。オチというか、はい、怖い話があって、うん、心霊写真の話。うん、で、最後に、その写真がこちらですって出すみたいな。今もう結構流行ってるというか、うん、皆さん、そう、主流の流れだと思うんですけど、うん、はい、あの形マジで俺初めて見たと思って。はいはいはい。もっと声を大きくして言ってください。同じこと2回言うのなかなか恥ずかしいですよね。そう、だから僕もめちゃくちゃ衝撃受けて、はい、もうこれはパクらないとと思って。いや、もうありがたいですよ。でもこれって本当に偶然の産物やったんですよ、あれって。ほう。計算したんじゃなくて、僕ほんまに怪談に興味がなくて、はい、だからこそ生まれたんですよ。へー。エピソードがあって本当に写真があったから、で、その時の写真あるんで見てくださいよっていう軽いノリで出したら、このパッケージ新しいねってなって、うん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 、ほんまたまたまできたんですよね。へー。怪談好きやったら俺出してないかもしれないですもんね。あ、もうもっと順ずるというか今までの流れにっていう、うん、そう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 、確かにそうですね。はい。だから、異端児感がすごい。異端児でしたでしょうね。多分、だから、うざがられた時もあったと思います。いやいや、もう、一怪談ファンとしては、はい、もう衝撃で、もうめちゃくちゃ感動しましたよ。うん、あ、よかったです。もうすぐネットで写真拾って、はい、もうその写真がこれだよって友達にめっちゃ見せてました。いや、もう全然やってほしい、それは。僕ももうね、女の子とデートした時、夜中11時ぐらいにあの写真出すんですよ。はい。そしたら帰れないって言ってくれるから。僕もそれやったことあります。まさか、その発想まで一緒やとは。違うんですよ。今回は、はい、この話永遠したいんですけど、はいはいはい、そう、だから僕は国沢さんにすごい会いたかったんですよ、うん。で、今日やっと会えたっていうことで、はい、そんな中、うん、この今回の企画でね、触りのある話、はい、で、真横で、こうやって国沢さんの会談を聞けるということで。ありがとうございます。めちゃくちゃ楽しみにしてました。本当ですか、ありがとうございます。ちなみにあったりします？触りのある話って。まあ、あんまり、多くはないと思います。っていうのも怖いの嫌なんですよ。あ、国沢さんがですか？僕も嫌なんで、
体験談あるんですって聞くのも正直嫌なんですけど、やっぱ仕事としてやってるんで、うんうんうん、やっぱ聞いて、それもお預かりした話をちゃんと喋ろうとは思うんですけども、はいはい、触りあるんですけどって言われて聞くのむちゃくちゃ嫌なんですよ。触りあってほしくないし、やっぱり。あはい、でもなんか、ゾッとするの時の、はーいって聞こえる話の時、うん、またちょっと行ってきますよ、みたいな、うん。そしたらまた出れますでしょ、みたいな。はい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 。そこのガッツはあるんですね、怖がりなのに。あれはやっぱり、ゾッとする話っていう、でかい番組やったから、うんうんうん、めちゃくちゃあったんですよ。だって、あれ以外に松本さんと絡める機会っていうのはなかったから。そうですか。はい。そうなんですね。やっぱ若手なんで、うん、もう超絶何でもいいから売れるきっかけが欲しいっていう時期やったっていうのももちろんあるんですけれども。それでガッツが、生まれたというか。あのガッツ生まれて触りがあったからね、ちょっとやばい人の元カノ、あ、彼女やったから、喧嘩売られたっていうのがあったんですけど。おー、はい、その話後で詳しく聞かせてもらっていいですか？はい。はい。じゃあ早速なんですけども、はい、触りのある話を。わかりました。ぜひよろしくお願いします。まぁ、ちょっと閲覧注意ということなんでしょうけれども、まぁ、これ体験者さんがですね、男性の20代の方なんですけれども、まず最初に話聞く前に、こちらのちょっと画像を見てもらいたいなと思うんですけれども、こちらです。はい。これはですね、ちょっと黒く塗りつぶされたような絵なんですけれども、はい、ちょっとこういうのってやっぱこれホラーテイストでよくあったりするじゃないですか。うんうん、だからよくあるなと思って最初パッて見てたんですけれども、これにまつわるお話があるんですよね。で、それが、言ったらこの絵を描いたのはご本人なんですよ。で、体験者の男性の20代の男性のご本人が描いてる絵なんですけれども、何かって言ったら最初、まあ、一人暮らしで住んでるアパートで寝ていたんですね。で、寝ていて、朝起きるとテーブルの上にこの紙とペンが置かれてるんです。でも全く書いた記憶がないんですよ。で、当時焦ったんですって。うん、っていうのも、やっぱり一人暮らしで書いた記憶のないものが朝起きたら置かれてあって、誰か入ってきてるんじゃないかと。めっちゃ怖いと思って、恐る恐る鍵見に行ったら閉まってるんですよ。で、ベランダ開けっぱなしだったんかなと思って見ても閉まってる。入れるところは一切ないんです。で、これ気持ち悪いなと思ってて、なんだろうと思ってたけど、これたびたびこれが続いてて、でも絶対自分ではないと思ってるし、これちょっとカメラ仕掛けてみようと思って、眠る前にカメラを仕掛けたんですね。で、毎日じゃないから、時折なんで、そのタイミングは待ってて、ある朝起きてみると、やっぱりテーブルの上に真っ黒の紙とペンが置かれていて、またこれあったと。で、要はカメラがあるから証拠取れてるなと思って、恐る恐る見たんです。これどうしよう、誰か映ってて知り合いやったら怖いなとか、でも全く知らない人でも怖いな、どうしようかなと思って見てると誰も入ってこないんですよ。で、足音一つ聞こえない無音状態なんです。え、これ何と思ってると、突然寝てる自分がムクッと起き上がるんです。え？と思ったら、スーッとベッドから立ち上がって紙とペン取り出して、ひたすらにガサガサガサって書いてるんですね。でも全く記憶がないんです。で、聞いてみると、これ一人言を言いながらずっと書いてるんですよ。で、何言ってんやろなと思って音量上げて聞いてみると、お母さんがお父さんを殺した。だから僕はお母さんの腹を裂いてお父さんを入れたんだ。っていうことをずっと言ってるんですって、繰り返し、うん。でも自分のお父さんもお母さんも全然元気で仲いいし、周りでそういう事件ってあったっていうのも聞いたことがないと。だから全く身に覚えがないんですよ。で、一個共通してるのが、この黒い紙を置かれている時って決まって同じ目を見るんですけれども、それが自分の眼球を指突っ込んでグッと繰り出して、取れた眼球を口の中に掘り込んでは笑うっていう男の絵、夢なんですよ。でもこの男も全く身に覚えがないと。でも、毎回毎回この夢を必ず見ると。で、それが気持ち悪いってなってたんですけれども、実はこれってその体験者さんのお友達がもともと体験してたんです。で、体験者さんに、実は俺こういう夢見て、で、朝起きると黒い紙がなんか書かれてて気持ち悪いね。なんなんやろこれ、ストーカーかなっていう相談をされたんです。なんやろそれ気持ち悪いなっていう話を聞いてて、まあ人の話なんで一言やと思ってあんまり気にしてなかったんですけれども、その数日後から自分が見るようになったんです。ってことはこの話って、聞いた人が伝染していってしまう夢なのか、もしれないっていうことで、ちょっと閲覧注意だなと。だからここでちょっとおからじさんのね、配信で言わせてもらうことによって、一気に何万人という方が見るので、もしかしたらその中の、まあ全員と言わないんですけれども、数名は同じような体験があってしまうかもしれない。だから、閲覧注意という形になります。ありがとうございました。
ありがとうございました。ありがとうございます。いや、やばい話ですね。よかった、ありがとうございます。まあ、よかったかどうか知らない。いや、本当ですね、はい。もしかしたら被害に遭う方がいるかもしれないですから。いるかもしれないですね。すいません、すいません。ちょっと充電するの忘れてた。今、話が終わってから。いや、この後、消えたらまずいなと思って。あ、なるほどね、はい。ありがとうございます。もしかしたら、うん、僕たちも今聞いたから、うん、夢に出てきて、まあ、無遊病じゃないですけど、はい、みたいなそういう現象が起きるかもしれないっていう。そうですね。だから全く記憶がないから、うん、多分本当に状態で言うとマジで無遊病に近いんやろうと思うんですけれども、かといってまあなんか体に害があるとかそういうことはないらしいんですけれども、うん、やっぱり気持ちが悪いし、いい気分はないと。そうですね。うんわあ、なんか、もう、その、まあ、僕もまだ見てないんであれですけど、うん、もう、シャーってずっと、なんていうんですか、斜線で書き殴ってる状態なのか、うん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 、その下に何か書かれてるとか、はい、みたいな、どっちなのかなって思いました。正直言っていいですか？はい。僕、怖いんですよ。でも、この動画が出される頃には、きっと映像は差し込まれてるんですけど、はい。僕もまだそのファイル開いてないんですよ。あ、そうなんですね。届いてはいるんです。あ、そうか。そう、僕も今見てないんで、まだ。僕も見てないんです。はい。見たくないんです。いや、見たくないですね。めっちゃ怖い。めっちゃ怖い。そう、だから僕も見たくなくて、うんうん、でも自分の動画に出したら見ざるを得ないから出してない話なんですよ、これ。あ、そうなんですね。はい、そんな話を。ありがとうございます。いや、こちらこそ申し訳ない。逆にみんながね、本当に、うん。もう見たいっていう方はちょっとだから、かなり行き切ってるんで、オカルトファンとして。全くわかんないですもん。いや、そうですね。俺もですね。あ、でも、僕はちょっと、心霊現象に会ってみたい派なんで。マジっすか？はい。見てみたい欲はありますね。いや、変ですって。いや、そう、一回ぐらい体験してみたいっていう感じなんですよね。ちなみに、国沢さんはその話聞いて、うん、何か、その夢見るみたいなことはなかったですか？全くないです。快眠。枕も変えたんで。快眠です。じゃあ、なんか、トリガーというか、はい、きっかけはその絵を見ることみたいなことかもしれないですね。かもしれないし、何か波長もあるんかもしれないしね。うん、なんかどういうきっかけなんかわかんないし、そういうやつやっぱ聞くけれども、僕は今まで正直言うと一回もないんですよ。この話聞いたらとか、この映像見たらっていうので、はいはい、なんかそれでなんかもらったってこと正直言うと一回もないかなと思うんで。僕もないんですね。はい。はい、だから、なんか僕思ったんですけど、うん、テストの時に、うんまあ、小学校とか中学校とかの時に、うん、テストバーって答え書き終わって、暇な時、うん、裏返して、裏側塗りつぶしてたことあるんですよ。なんで？でも本当になんでか暇つぶしみたいな感覚なんです。落書きだったらわかるけど。そうなんです。塗りつぶしてたんですよ。はいはい、もう隅から、角からこうちょちょちょってやって、うん、もう斜線で全体をこう埋めていくみたいな、うん、遊びをしてた時、俺結構無心でやってて、うんはい、俺がなんでそんなことしたのかもあんま覚えてないですよ。うんうん、ただ突然やり出した感じなんですけど。その時の、まあ、無防備な状態っていうか、うんうんうん、みたいなのに入り込まれたりもするのかなとかもちょっと思ったり。まあ確かに、だから、これって結構、この斜線で書く人って、うん、海外のサイコパスのさ、少年と少女とか書いてあったりとか、はい、まあ日本でもあるんだろうけれども、うんうんまあ、サイコパスになる前に結構その愛情不足であったりとか、病んでしまってる状態の子がこう表す、うんうんうん、SONS のシグナルじゃないけれども、はいはい、そういう状態やから、ちょっとそうやったかもしれないし。かもしれないですね。かもしれない。だから、そういうところが一致した人に入りやすいかもしれないよね。気持ちがわかるわかるってなった人。はい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 。ありえますね。ね。うわぁ、それだったらすごい。だから、もう今無意識にそういうことやってるよみたいな人もいるかもしれないですよね、うん、もしかしたら。確かに。それで入り込むとか。うん。いや、どうなんですかね。その投稿者さん、うん、体験者さんも、もしかしたら、別に癖で昔やってたとか。はい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 。とかもあるのかなって。あれ、イメージだとさ、電話がかかってきて、はい、もう最悪は別にこの人好きじゃないけれども、めんどくさいなっていう人がかかってきて、長電話の時あるじゃないですか。ああ、はいはい。はいはいはい。で、聞きながらメモでなんか遊んでる時に、ぐちゃ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 ってやってるイメージがあるんですけど、うん、それって、めっちゃわかる。興味がない人、嫌いな人やからぐちゃぐちゃぐちゃってしてるっていう精神状態じゃないですか。はいはい。に近いんかもしれないですね。ありえますね。うん、へえ。そう、それと、まあ、この後、はいはいはい、僕たちオカルトラジオでこの話を考察するんで、うん、あんまり僕が掘り下げてもあれかなと思うんですけど、はい、もう一個思ったのは、最近見た海外ドラマ、うん、今シーズン4まで出て、人気のやつなんですけど、うん、それのシーズン2か1の時に、ちょっと、例っていうか何かに入り込まれて、ちょっとおかしくなった子が、髪の裏側を黒く塗りつぶしてるんですよ。うん、学校で、みたいな、うんうんうん。先生もちょっと気になって、みたいな。何これみたいな。先生に、お母さんが呼び出されて、
なんかこれを息子さんが書いてるんですみたいな、うん、だからこうやん精神的に病んじゃって、うんうんうん、なんかあるんじゃないかっていう話をすると、あーってなって気になってこれを家持って帰るんですよ、うん、息子どうしちゃったんだろうみたいな感じで、それを後々広げてみると何枚もあるんですけど、はい、ちょっとずつ黒かったり黒くなかったりっていう場所が変わってて、うん、パズルみたいになってるんですよ、で組み替えてってバッて完成した一枚の絵にとんでもない化け物みたいなのが映ってるっていうシーンがあったんですよね、うん、なんか俺それちょっと想像して、めっちゃ怖いそれ、いい考察、ああありがとうございますほんまやね、そう、それをなんかたびたび思い立ったかのように夜勝手に動き出すみたいな、はい、なんかそっちのパターン、なんかその絵を、絵っていうか黒い紙、はい、集めて並び替えたら違うものになってたとか、うん、っていうメッセージ性もあったら面白いって言うとあれですけど、いやでもありえそうな、ありえそうですね、なんか何回もやる必要性がないなって思っちゃったんですよ、確かに確かに確かに、いやちょっと待ってください、これ考察しすぎちゃうダメ、ダメね、それ委ねないといけないからね、そこはね、そうですよ、はい、委ねます、いやでも本当素敵な興味深いお話ですね、うん、いやよかった、ありがとうございます、もうぜひこのね聞いた方の中でも、うん、そういうことがあるっていう方がいたら、うんうん、もし勇気のある方はそのまま紙を集めてもらってとかも、ああ確かに、ちょっとチャレンジしてもらいたいなっていうのは思いました ね、はい、誰かに伝わるまではもしかしたら続く呪いなのかもしれない、ね、かもしれないし、確かに確かに、それとは全く全然別の角度からのお話かもしれないし、はい、すごいなんか考察の余地もあるお話で、もうおからじ向けだなと思いました。あ、よかったです、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます、いや、あともう現象もすごい怖いですし、見る夢とかもね、うんうん、その辺もちょっと紐解いていきたいなと、はい、いやもう本当に今日はマジでね、この車の中で、うん、あのテレビの中の国沢さんと、ね、はいはいはい、テレビの中の国沢ですこんな間近くで生階段を聞けるってだけで僕はもう舞い上がってまして、いやマジですか、ありがとうございます、はい、いやそんなもう、いや僕もおからじさんの方出してもらうのめっちゃ嬉しいですから、ね、マジですか、マジで、いやもういつも出ますんで、いやもうほんまにオカルトラジオに入れてほしいぐらいですよ、ほんまにぐらい好きですから、ね、ありがとうございます、はい、そう、だからこれからもまた機会があれば、うん、ぜひぜひ何でも言ってください。まあ、機会を作るもんですから。じゃあ連絡先交換しましょう。そうしましょう。全然しましょう。しましょう。はい。すいません。ということで、いつもはね、この、ともくんがこういう立ち位置で皆さんからお話聞くんですけど、うん、まあ、今回、あと、村上ロックさんに出てもらった時も、うん、なんか初の形で僕がこうやって聞くっていう感じだったんですけど、うん、ちょっとテンション上がりすぎちゃってすいません。いい、全然。皆さんもすいませんでした。いや、もうありがとうございます。楽しかったです。ありがとうございます。ありがとうございます。またね、こういう企画あったらぜひ、こう、かけさせていただきます。いつでも呼んでください。あと、まあ、いつもこういう企画やった後に、うん、国沢さんになんか、こう、告知だったりとか、することとかってあります、うん、僕はあのチャンネルをやっておりまして、ゾッとするチャンネルという YouTube とコアダンっていう2つやっておりますので、もしご興味ある方はぜひ見てチャンネル登録高評価お願いいたします、お願いします。ちなみになんですけど、はい、これ言っていいのかな、うん、もしあれだったらカットしてください、うん、あの僕も初めて国沢さんのチャンネルにちょっとゲストとして出ちゃってるんで、うん、そう、もう全然出てもらってますので、はい、でちゃんとこの後撮影するんでね、そうですね、はい、はい、ちょっとじゃないですよ、がっつりゲストですよ、がっつりゲストですね、そんなエキストラチックに使わないですよやめて、使わへん、そんなエキストラで、嬉しい、もったいない、はい、こっち一本で出ますけれども、そっちでももう1ヶ月分出てもらおうと思ってるぐらいで、いいですよ、はい、なんでそちらのチャンネルの方もぜひ楽しんでいただけたらなと思います。では国沢さん、今日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、 TSC オカルトラジオ、ともです。木村です。ケスケです。本日は怪談師が封印した聞くと触りのあるやばい怖い話、国沢さん編です。はい、はい、今回も車の中から、車の中から、そうですね、はい、イケメンとイケメンが、そうですね、話してましたね。いやいやいや、そんな、左側はイケメンでしたけどね、僕が見て左側ですよ。でも僕が見てたと画面の中だと右側になりますね。金髪の方ですか、難しいです、金髪の方めちゃくちゃかっこいい、両方イケメンでしたよ。お、マジですか。ただ僕、国沢さんに初めてお会いして、うん、テンション上がりまくってたんで、喋、うん、りすぎちゃいました。なんか俺ケイスケは芸人さん好きっていうイメージが多いから、うん、合わせたかったんですよ。いや、めっちゃ嬉しい、めっちゃ嬉しかったっす。めちゃめちゃ面白いから。マジでめちゃくちゃおもろかったっす。おもろかったっす。めちゃくちゃおもろかったっす。で次の日一応木村さんの門原に行ってね、うんうん、
会いましたね、川村さんもね。はい、お会いしましたね。いや、めちゃくちゃ忙しかった、あの日。ああ、そうなんですね。もう本当に一番初めに来てもらったけど、もうすぐ満席になっちゃってさ、びっくりした。本当に全然絡むことができずに、ね、挨拶しかできなかったですね、うん。うまかったって言ってました。うまかったっつってました。あ、よかった。なんかラーメンあんま好きじゃないんですって。あ、そうなんだ。だけどうまっつって食べてましたよ。よかった。よかった。もう毎回ね、そのハードル超えていきますもんね、門原さんは。その皆さんの思っている、そうそうそう、ハードル超えていきますから。ありがたい話でね。ぜひぜひみんなにも食べてもらいたい。ね、そして実際会った国沢さんは、うん、画面で見た時からかっこいいなとは思ってたけど、うん、それの5倍ぐらいかっこよかったですね、うんうん。背が高くてびっくりした。うん、背高いですよね。背高い。180ぐらいあるよね。うんうん、多分あると思います。ね、びっくりした。うん、かっこよかった。一緒にロックさんと一緒になったもんでさ、身長差えぐと思って。国沢さんとロックさんのコラボを、うん、本坂に撮りに行ったんですよ、うんうん、画角と思ってね。そうだよね、もうやばいやばいだからもう国沢さん最初一人で喋ってるんですけど、うん、あと後ろからロックさんがピョって出るっていう現れ方にしました、うん、本当本当はい、はい、そんな国沢さんに、はい、触りのある話を、うん、絵がね、画面でまずはこちらをご覧くださいって言って見たと思うんですけど皆さん、うん、これちょっとね、昔のインスタはい、に載ってた、載って載せたらしいんで、その画角になっちゃってるんですけど、正方形で、うん、はいはいはい、はい、うん、だけどまあこういう感じだったらしいです、なんかもう聞いたことない話というかね、うん、なんだこの話って、無病みたいな感じなのか、うん、なんか取りつかれて自動書記みたいな感じで、ね、なったのか、まあ、でも一見してよくさ、なんか電話とかしながらさ、なんかメモ帳とかあるとさ、なんかメモ帳になんかさ、なんか意味もないさ、幾何学模様とかさ、なんか塗りつぶしちゃったりとかするあるじゃん、うんうん、まあ、それにも近いなと思って、うんうん、全く同じこと国沢さん言ってましたけどそうだっけ、あれ俺の記憶違いかな、そうだっけ、そう、木村さんのやつですね、うん、そうだそうだでも見ると、うん、確かにちょっと無意味そうな感じもするんですけど、うんうん、そのなんかブツブツ言ってるって言ってたじゃないですか、うん、それぐちゃぐちゃ書きながら、うん、それがお母さんがお父さんを殺した、だから僕はお母さんのお腹を押さえてお父さんを入れたみたいなことを言ってたじゃないですか、うん、 そう、うん、もうそれもよくわかんないね、ねえ、うん、よくわかんない、うん、これその国沢さんと喋ってる時にも言ってるんですけど、うん、なんか塗りつぶしてるだけじゃなくて、うん、実はその下に何か書いてある文字とかを消してる状態なのか、うんうん、この収録した時俺まだこの写真見てなくて、うん、どんな感じの塗りつぶし方なのかなって思ったんですけど、うん、改めて見ると下に文字書いてあるんですよね。文字、はい、っていうか、なんか俺は目のマークに見えたけどね最初ね、一番下のちょっとなんか飛び出してる部分あるじゃないですか。あ、右下のね、うん、あれとか目っぽいなっていうのと、確かに、あとね、なんかあの井戸の井のもっと増えたバージョンっていうかさ、くじ切りっぽい、あ、確かに、うん、のがいっぱい書いてあるなっていう、だから普通にぐちゃぐちゃやった感じではないなっていう、あ、何か、あ、本当だ ね、 ね、なんか記号じゃないですけど、うん、右下はもう完全に目みたいになってますね、ぽいっていう印象を受けた。俺はもうこの左上の、うんうんうん、上から2段目ぐらいの一番左にちょっとはみ出てるのが、うん、ドに、ひらがなのドに見える。本当だ本当だ本当だ。だからそれをやったのはどうしてみたいなメッセージが書いてあるのかなっていう。うん、ああ、なるほどね。ああ、うん、なるほど。でも夢で目くり抜いて食べるじゃないですか。だから目もすごいメッセージある性あるというか、確かにね、本当だ、なんか書いて塗りつぶすっていうのがよく分からんですけどね、行動的には。うん、でなんかこの井戸の棒いっぱいバージョンだけじゃなくて、丸くくるくるっていうのも結構あるんですよね。あるあるある、あとは横にくしゃくしゃっていうのと、うん、なんかこうなペンを丸くぐちゃぐちゃぐちゃって書いていくみたいな感じなのか、うん、そうなんだよね。まあでも朝起きてこれがあったらびっくりするよね。めちゃめちゃ怖いですよね。いや気持ち悪い。ねえ、うん。でなんかそのまあ実際この体験した人の両親は
まあ、健康に生きててっていうことだったんですけど、うんうん、夢の中で、うん、と目ん玉をくり抜いて食べるとか、うん、なんかその話とはまたちょっと違う、うん、夢というか、うん、を見てるのもなんかすごい不思議だし、うん、その人になんでそう乗り移ったというかその現象が起きるようになったのかっていうきっかけも分かんないし、ね、うん、なんかその前に例えば新しい家に引っ越して、うん、そこに引っ越してからこういうことになったとかっていうのだったら、うん、なんかね、うん、分かる気はする、うん、なんかある日突然なったみたいな、うん、ね、もう長年住んでる家である日起きたら置いてあったみたいな、うんうんうん、イメージだったんで、どっか行ったパターンじゃない、その近辺で触りのある場所中に、そうそう、触りある場所に行ったパターン、ちょっとこれはまだあれですね、実験段階というか、もっと触りがある人が現れないと、うん、そのなんていうんですか、パターンが分かんないっていうか、うんうん、なんでなったのかっていうのがもうちょっと被験者というか、うんうん、なってくれる人がおらんと分からん、確かに、うん、まあでもそれが増えても結局その根本的な部分は分かんないんじゃない？まあそうか、うん、何か共通点があるとかね、そこにあったら分かるかもしれないですけどね、うん、なるほど、うん、この絵に関しては、うん、まあ目をくり抜くとかそういう描写があるから、うんうん、それを表してんのかなとは俺は思うんですけど、まあ、それをなぜ描くのかっていうところなのか、そうだね、なんか逆にこれを書いてる時に言ってることが、うん、お母さんがお父さんを殺しただから、うんうん、夢で見るのってそのシーンじゃないのってちょっと思ったんですよ、ね、ね、うん、思う、うん、そこと夢の中の内容が全然リンクしてないですよね、してないんですよね、うん、うん、あらお母さん腹を裂いて、うん、実際にそういう事件があったとか、うん、でもさその話だけで考えるとさ、お母さんがお父さんを殺したでしょ、うん、だから僕はお母さんの腹を裂いてって お母さんまだ生きてるっていうか、お母さんはお父さんを殺したけど僕がお母さんを殺したみたいなさ、うんうんうん、そんな構図的にあるよ ね、まあ、そうですね、そうだよね、うん、なんかそれもなんかね、うん、まあ、不気味というか、うん、そしてお父さんを入れるっていうのが一番意味わかんない、わからんですね、うん、なんか俺が思ったのは、うん、同じ時にババッとその事件が起きてるんじゃなくて、うん、例えば お父さんお母さん自分で住んでて、うん、お母さんが不倫だか何かとかで、うん、まあ、離婚して出てったと、うん、そのせいで病んでお父さんが死んじゃったみたいな、うんうん、だからもう今一人になってると、うん、でお母さんのせいでお父さんが死んだみたいな、うん、でこの自分の体はお母さんのお腹から出てきてるから、うん、なんかお母さんのお腹みたいな、うんうん、っていうちょっと心理的におかしい状態になってて、うんうんうん、なんか目をくり抜いて食べるシーンみたいなのが、うん、お父さんをこう目の中に焼き付けてるから、うん、もう目つぶるといつでもお父さんがいると、うんうん、そのお父さんを口の中に放り込んで、うん、この今お母さんとして例えてるお腹の中に入れたみたいな想像したんですよね、うんうんうん、だから、書いてる時は、うん、その一人になってから思い出してることというか、うん、ちょっと精神がおかしくなってる様で、うん、終わり際を自分で目くり抜いて食べたみたいなのがなんかその人の最後のなんか光景みたいな風にちょっと思ったんですよね、うんうん、でもなんかその目のくだりはちょっと分かんないけど、うんうん、お母さんのお腹の中に入れるはまあ確かにちょっと生き返らしたいのかなっていう感じはした、あ、なるほどね、生き返らせる、うん、確かに、うーん、その赤ちゃんからやり直すじゃないけど、自分もそっから生まれたからお母さんの中で育ったから、うんうんうん、っていうのを単純にその子供だからお腹に返せばまたみたいな、うんうん、うーん、いやー不気味だな、かなり不気味ですね、だって一部分しか入らんよね、そのお母さんの中に入れるとしても、うんうん、お父さんのどっか一部分しかさ、うん、うーん、なんちゅう話だこれ。いや本当ですよ。本当ですよ。なんかとっちらかっとるっていう感じもするし、うん、みたいなさ、うんうん、
ていうかその情報が少なすぎるんで、まあね、多分もっと例えば聞けるなら、うん、その人にいろいろ聞いたりしたら、うんまあ、もうちょっとなんかね、うん、なんかあるのかもしれない、補助線が引けるかもしれない、ね、かもしれないかなっていう感じはしますよね、うん、だから多分自分とこでもやんないんだろうね、うん、ああまあそうかそうかそうか、そのこのファイル見るのも怖いっつってたぐらい、うん、そうだね、うんそうそう、これを毎日、うんまあ、何日1回だけじゃなくて何回か書くんですよ、うん、この黒く塗りつぶす紙を、うん、で僕その国沢さんと喋ってるところでも言ったんですけど、うん、これが毎回同じなのかどうかってところも俺はちょっと気になってて、うん、確かにそうだね、うん、でこれ、うん、今写真出たやつ見てもらうと、うん、いびつな形してるんですよ、この黒い部分が、ねうん、なんかそのパズル要素じゃないですけど、うん並べると、うん、もしかしてっていうのがあったりもしそうだなっていう、お父さんにあそれがうわ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 いやどこの部分よこれっていう感じになるけど確かにまあそうなんかね髪もすごい汚れてるんですよね、まあこれ多分そのインスタに上げる時の加工とかもあると思うんで、うんより多分汚れが目立ってる感じはすると思うんですけど、なるほどね、うん、何髪って感じだよね、うん、なんかね多分画用紙みたいな感じじゃないのかなっていう、 A4 とかそれこそ、うーん大きさ的に、うん、うんうん、なんか分かんないですけど、油で汚れたみたいなさ、なんか汚れがあってペンを、まあイメージですよ、うん、イメージペンをこう握って持って、うんうん、書いてるとこの小指の横の部分っていうか、うん、なんかちょっと汚れそうだなと思って、そのなんか跡なのかなって思ったんですけど、ね、ああなるほど、うん、そういうことか、なんかにじみ方がまたちょっと違うような気もしますけどね、うん、なんか紙自体はとりあえず家にあった何か適当に、うん、紙とペンは、うんうんうん、なんでこんな汚れた紙があるのか分かんないけど、ね、そうだよね、うんうん、油性ペンっぽいよね、マッキーの太いやつみたいな、うん、でもこういうのよくさ、あの電話しながらさ、なんかこう手元に紙があったりするとさこれもう一回聞いた方がいいですよ、ね、もう一回聞いた方がいいですもう次突っ込めないと思います僕似てるなと思って、うん確かにそうですねうんなんか俺もねそんな感じはしてましたね、なんか似てるなって、うんで国沢さんと喋ってる時にも言ってたんですけど、うん、それをやってる時ってこう結構無心になってるじゃないですか、うんうん、まあまあもう意識もないよね、うん、多分ね、だからそういう人たちに入り込む何かみたいな、うん、ああうんいいねいいねっていうのもすごい思ったんですよね、うんうんうん、ノーガードだもんね多分ね、うん、でもこれって入られてるからこれをやりだしてるんですよ、どちらかというと、まあ、まあそうだね、うんうん、だからやりだした時に見てる夢ってのは全く別物みたいな、んやりだした時に見てる夢、はい、まあ、自分は寝てるじゃないですか、うん、寝てるで夢を見る、夢が目をくり抜いて食べる夢じゃないですか、うん、あ、はいはい、ただその時現実では自分が無遊病みたいに起き上がってこのブツクツさ言いながら塗りつぶしてるじゃないですか、うんうん、それが別々のものっていう、まずは関連がない、関連がない、ほう、この無心になってる、このなんていうんですか、油断してる時に入り込んだものがその夢を見せてて、うん、ご飯、目を食べるっていうのは、うん、で そっちが先、そいや先は無遊病でこうやってブツブツ言いながら書くのが先、書くのが先、あそっちが先か、うん、電話しながらこう書いてるわけじゃなくて、それは、後です、どちらかというと木村さんがでもだってさ電話してる場合、相手の話をさすごい集中して聞いとるもんでさ、うん、なんか それでなんか手がこうなんかあの手が空いてるからそれで書いちゃうみたいなさ、うん、あでも相手の話集中してないから書いちゃうんですよね、どうでもいいなって思ってる時に書きやすいというか、あそういうこと、うん、あそういうことか、そのなんか様に入り込んでるみたいな、うん、こともあるのかなとは思いましたけどね、だからもともとどうその夢を見させられる前は自分の夢を見てるのかな、うん、その違う夢っていうかもともと見る夢だった夢っていうか、うん、そうかな、うん、あ木村さんでも無遊病経験者じゃないですか、そうですね、まあもう多分その頃の記憶というかその時どうだったとかあんまないかもしれないですけど、うん、実際ちょいちょい記憶はあるっつってましたっけ、そのどっか行ったみたいな、
なんかトイレに花を飾るだか、そうそうなんか言ってたんですよね。洗面台にね。洗面台か。そう。そのだから例えば洗面台行ったかもしれんみたいな記憶はあるんですか？あ、ある。あ、本当ね。ある場合とない場合がある。まあ、小学生ぐらいの話だからね。小学生の低学年ぐらいの話だから、ちょっともうあんまり覚えてないけど、何回かあるんですよ、無指病自体は。はいはいはい。で、なんかそういう、どう、なんかまあ一例としてそのなんか洗面所に、なんか花、洗面所に窓があって、そこになんか造花、なんかどこにあった造花かわかんないけど、それをその窓に挟むみたいな。ちょっと開けて、こわ花置いて、で、閉じるみたいな。怖っ、怖っ。いけるわけじゃないですもんね。いけるとかじゃない。一輪差しに。じゃないです、じゃないです。怖いですね。窓に挟むみたいな、そうそう、ことしたことがあって、その時は全く覚えてない。けど、別の場面で、なんか玄関の方に行った記憶が、ある。あ、なんか無指病なんか玄関の方に行った、のはなんか覚えてるね。何なんだろう、そのある場合とやっぱ夢の中っていう意識なんですかね。動いてるけど。あ、でもね、夢の中のイメージだね。そうだね、確かにそうだ。そうだね。半覚醒状態みたいな感じなのかな。だからそれがなんかあれかもしれんね。金縛りとかにもなんか近いのかもしれんね。体のどっかは起きてて、でもどっか寝てるみたいな。そんな感じなのかもしれない。寝ぼけてるじゃないですけど。まあそう、それがもうなんかリアルに寝ぼけてるってなんか言葉でなんかさ、なんか言いそうじゃん。突拍子もないこと言いそうだけど、まあそれが普通になんか立ち上がってなんか歩いちゃうみたいな。え、でも玄関の方行ってるってことは外に出ようとしたってことなんですかね。うん、なんかねそれもね。じゃかといって親が止めに来たとかいう印象もあんまないじゃん。まあ起きそうなもんですもんね。そこ起きそうっていうかハッとしそうじゃないですか、親に起こされてたら。何やってるのって。そう言われそう、言われそうだし、ね、うん、自分で戻ってったみたいな。多分そうだと思うよ、その時は。どうします、なんか来るみたいになんか迎え入れてたら。うわ怖いね。何かが来てて、怖い。木村さん呼ばれて、玄関行って、その花が合図なのかもしれないですね、洗面台の。怖い。怖っ。めちゃくちゃ怖い。違う話が生まれてるわ。怖いよ。寝てる間に洗面台に花が刺されるっていう触りがあるかもしれない。これを聞いて。だったら木村さんの話ってことだよね。そうだね。だからそれぐらいのことがあるから、この黒いマジックで描いたこの画像の感じっていうのは、まあ、なくはないのかな。まあそうですね。無指病だと思ったらなくはない。でも大体なんか男の子で小学生の低学年ぐらいっていうのはなんか起きやすい時なんだよね。その無指病が起きやすい時らしくて、まあ、大人になるにつれてそれがだんだん減ってくらしいんだけど、なんかその活発なんですかね。そのなんか遊びたいとかそういう意欲とかも。なんかそういうなんかバランスがね、ね、覚醒と寝てる時のなんかバランスがうまく取れないのかもしれないね。なんかポルターガイストは思春期に起こりやすいっていう話もね。そうなんだ。まあでも多分大人の人だね、この事象が起こったのは。だからたまにそういう人がいるのかもしれないけど、でもこの話を聞いてまた自分も寝てて起きたら机の上に同じように塗りつぶされた紙が置いてあるっていう現象が起きてるんで、なんか やらされてる感があるというか、それかなんていうんですかね、僕もその明晰夢見れるんで、聞いた話を夢の中で再現しちゃうとかっていう、気になってて、寝た時の見る夢がその夢だったとかっていうのもあるんで、聞いて印象に残ってたからなんか体が勝手にみたいな、その触りとかじゃなく、やっちゃったみたいなこともあるのかもしれないですけどね。そうだね。あ、じゃあちょっといつもこの触り階段の時は触りがあったらコメントしてくださいみたいなこと言っておりますけど、今回ちょっとこういう絵描いちゃったことあるよみたいな、自動初期寝とる間に。
ちょっと聞いてみたいですね。いいね、いいね、聞いてみたい、まあ、無遊病経験者でもいいですけど、うん、こういうことをやってたらしいです、うん、みたいな、うんうん、そういうのもちょっと聞いてみたいかな、コメントで。確かに、うん、あの僕らコメントでこういうの聞いてみたいかなって言って、うん、あんまり取り上げたことがないじゃないですか。もうでも全部見てますよ。かなり見てますよね。全部見てます、っていう、こんなことあるんだっていう。そうそう、収録外で考察してますよね。めちゃくちゃしてますね。すごい長く書いてくれる人がね、興味深い話ね。ね、嬉しいですよね。ね、ありがたいですね。ちょっと一番新しいと、あの事故の回。はい、とかも、なんかね DM 直接来たりしましたよ。あ、そうなんだ、うん、あのこういうことがあってって言って、で幽霊が出たって言ったんですけど、本当にその人は幽霊が出たんですって、うん、でけど言ったけど、やっぱ保険屋さんには通じんくて、うん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 、居眠りにされたっていう、居眠りにしといてくださいみたいな感じにしたってい う,、うんうんうん、っていう。それ DM じゃなくて普通にコメントであったよね。あれ普通にコメントでありました。なんか見たことあるよ。DM だったらトモのとこだよね。うん、ああ、おからじの DM に名前出してくれてもいいですって書いてあったんですけど。ああ、本当。あ、あのアピタなんたらさんじゃなかったですか。あ、ちょっと名前覚えてないけど。あれ俺違ったかな。ちょっと続けてみたんで、ちょっと違う人ともしかして間違えてるかもしれない。うんうんうん、ちゃんとまた見ときます。うん。本当ね、うん、あの皆さんのコメント本当興味深く、ね、毎回全部見てますんで。うん。うん、特に今回の無遊病経験者。無遊病経験者、ね、いいね。記憶があるのかないのかとかも結構気になるし、うんうん、だってめちゃめちゃ怖くない木村さんの行動ですら、うん、怖い怖い。鼻ね挟んで玄関行って、うん、そう朝起きてね事件だったもん。だこれ誰がやったのみたいな、うん、あでも木村さんはだってやったつもりないから、うん、そう分かんないっていう感じですよね。うん、そうそう分かんないって、うん、な何それみたいな、うんうん、俺も一回無遊病になってるやつ見たことあるんですけど。本当？はい、小学校の時少年野球やってて。あ、やっぱ小学校？はい、うんうん、で、みんなで大会前になんかお泊まり会みたいな、お、はいはいはい、合宿みたいな感じなのかな、はいはい、なんかあって。 お泊まり会俺もあるじゃん。え、マジですか。お泊まり会の時に無遊病になったことある。うん、で多分周りの人めちゃめちゃ衝撃だったと思いますよ、うんうん、僕だからその時もう消灯時間になっても全然寝れなくて、うん、友達と喋ってたんですよ、うん、で両サイドに2段ベッドみたいなのがあって、うんうん、俺らは下に寝てて、うん、でちょっとおしゃべりしながらってやってたら、俺の上に寝てたやつがダダダって降りてきて、そのまま 1,2,3 って腹筋しだして、うんうんうん、20回やって、うん、よしって言ってまた登ってって寝たんすよ、うんうんうん、何だこいつと思って喋りかけて思って、うん、いびきかいてるんで、うんうん、ダメで次の日お前なんで夜いきなり腹筋したって言ったら、うん、えしてないよ、してないみたいなで俺たちお前やばかったよみたいな話をしてて、お前夢でも練習しとっただなみたいな、あかもしれんみたいなこと言って終わりましたけど、うん、今考えたら普通に怖いですよね。怖いね、うんうん、でもすごいね、なんか寝てるうちに鍛えれるっていうか。いや本当そうですよ、おのずエースでしたからね、あの6年生になる頃には。やっぱすごい、うん、エースにはなるべくしてなったね。なったっすね、うん、だってみんなが寝てる時間に練習してんだよ。そうですよそりゃ基礎体力も上がるでしょ。脳みそだけ休まして体は鍛えるみたいなね、すごい画期的な、うん、こう、木村さんはその、え、無遊病とのケースケを見た時、まあ暗くて見えなかったかもしれないですけど、目とかはうつろとかなの？いや普通にしっかり起きてる、しっかり起きてる感じなの？そいつは顔とかも、なんかだからそのお泊まり会とかちょっと特殊な状況になるとなりやすいっていうのあるのかもしれない。あ、ちょっとテンション的なものとか、なんかそうそう、それこそさっきのケイスケもさ寝れんくてみたいな感じで、うんうん、なんか変な風にテンション上がっちゃってそういう状況になるとかさ、うんうんうん、なんかあるかもしれないと思って。確かにありそうですね、うん、あ、そっか、自分が無遊病でもそうだし、その主婦の方とか多いじゃないですか、お持ち、あのおから、おかめんは。ああ、はいはい、だから息子がとかさ、娘がとかもちょっと聞きたいですね。あるかもしれないですね、うん、ありそう。聞きたい、うんうん、表情とかさ、うんうんうん、その例えばきっかけ、うん、お泊まり会もそうですし、うんうんうん、友達が泊まりに来たとか、なんかそういう楽しい時ならまだいいんすけど、毎回うちの息子がそれやるとこんなことがあるんですとかっていう話とかもなんかありそうな気がする。超怖い、予言的な、うん、あ、怖い、超怖い。前、あ、だから息子が地震が来ますとか、起きるのが怖いんですみたいな、おーおーおー、怖い、ありそうですね。でか、国沢さんの話はあとこの話聞いてね、触りがあった人、うん、あった人はね、うん、ぜひ、
同じの書いちゃったんですけどつって写真上げてもらえれば、うん、わいいねしに行きますんで。やっぱこのみんな一緒なのかどうかもちょっと気になってる、ね、気になる、うんうん、その何日か見たっていう中でね、うん、これしかデータがないからさ、うん、この寸分の狂いもなく全部これだったっていうのも怖いし、すごいねそれは、うん、一つ一つ違うってなったらなんかその違いが何なのかっていうのも気になるし、うん、ひょっとしたらさ組み合わせたらさなんか大きな絵になってた言ったかもしれんな、もしかしたらですけど分かんないです、俺もちょっと記憶曖昧なんで無指病でした無指病でした昔 AC のCM でありましたね。あったあった。クジラなんかね。クジラになるね、うん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 。すごいちょっと怖い雰囲気なんですよね、最初は。で、ガーって黒い、画用紙を黒で真っ黒に塗ってるんで、うん、体育館行って上から見るとみたいな。クジラの絵みたいな。うんうん、なんかそういうのもありそうかなって。だから個性かもしれない。あー、なるほど。今更それを。あ、じゃあ、触りとかじゃないんですね。個性か。だいたい AC のロゴ入れたらぽく見えるでね。あ、わかる。まあ、わからんでもないですね。多分。その感じだったらすごいハッピーで終われますけど、うん、変な夢見てるんですよ。そうなんです。めっちゃ怖い夢見てるんですし、めっちゃ怖いこと言ってるんですよ。本当そう。そこがちょっと謎が解けないんで。確かに。うん、今日聞いて、え、こういうことじゃないのっていう意見も聞いてみたい。あ、確かにね。うん、確かにね。うんうん、それも聞きたい。で国沢さんに持ってって、うん、この絵も見てもらいましょう、ちゃんと。そうしましょう。そうしましょう、うん、なんか今日考察負けた感じするや話にいやでもマジでむずかったむずかった、うんうん、なんかいろんなパターンも考えれるし、うん、ね、ちょっと情報が少なすぎるっすよね、うん、そうね、うん、報告無指病の報告も含め、ね、お待ちしております、お待ちしております。はい、まあ、なぜもう国沢さんと喋ったのが楽しすぎたんで僕は、まあ、ケスケもね、あの国沢さんのチャンネルに出てますので、詳細欄に、そうですよ、詳細欄に貼ってありますので、うん、ぜひぜひ見に行ってください、うん、はい、おからじでもよく喋ってる、うん、自殺がいっぱい起こる団地の、はい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 、しかもその場所にまつわる話をしながら、うん、その場所に行ってるんでね、うわ、いいですね、もう仮面さんをこぞって国沢さんのチャンネル行くべきでございます、行きましょう行きましょう、はい、はい、あ、じゃあ国沢さんありがとうございました。まだまだこのコーナー、この、そうですね、コーナーというか、そうですね、なんだ、続くんですよね、続きますけど、うんうん、もう終わりも見えてきたかなっていう、わ、はい、かりました、楽しみに待ってますので、はい、この話もし自分だったらありがとうございました。でしたわ。次回も楽しみですわね。